今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。ん？もういいのか。はい。彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。待って。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし。こいつは巨人化した時、力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。
調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ、シンペ。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくな、エレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団切っての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です、ハンジ分隊長。被験隊が、捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？生き延びてやるわ。ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより、被験体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が、犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど、立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられた。けど結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは死んだ。じゃあまさかお前まで？今なんて言った？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。
ジーだからエレン、お前本当に、あ、はあ、巨人なんて大嫌い。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。カリモン、第57回壁外調査を開始する。進め。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。頼む。分かったぜ。まずは旧市街地を抜ける。総員、進め。進め。生きられるのは勝者だけ。間に合わなかった。本体は迂回ルートを移動中だ。あっ！
カさん、瓦礫で道が塞がれているの。砲台で崩せそうだけど巨人が邪魔で。私がみんなを助ける。本体が通り抜けられる。ありがとうミカサ。私も一緒に行っていい？ミカサかっこいい。次。あっちは苦戦してるのかよ。蹴散らして。道に積もった瓦礫を砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。かっさばいて。ありがとう。邪魔しないで狙う。蹴散らしてやる。握られる勝者だけ。どうもお世話様です。俺とは動きが違うぜ。